さあまだ朝飯も終わっていないが始めちゃうか。さあパーティーを開く時です。準備はいいか。もちろんさ、存分に楽しんでください。ペロもこの日のために新しい衣装を髪まで染めて、そんな声まで変わって、さあ思う存分パーティーを楽しんでください。主役はあなたとペロですよ。おお、えい、ハズルダンス見せて。荒くれじゃねえかよ残り二人。ペロペロ、その服装はムキムキマッチョマン、ペロです。むしろ露出は減ってるけど、キャバ嬢になっちゃったペロが温泉の中ジプシーダンス、ゴールドン遠いな。なんで残りの2人が荒くれなんだろう。俺もイエーイ。あ、指導が即。じゃあ俺もああダンス見る気かけらもなし。ベストショットをとりあえず手に入れて。これあれだね。イエーイ。ゴルドに話しかけたら終わりそうだ。走れ。まだだ、もっとだ、もっと作るんだ。木材、深刻な木材不足。俺も混ぜて、僕も混ぜて。逆違う、そうじゃない。こっちがまっすぐ。もう一人参加できるよ、持ってきたから。ほら、もう一人一度お前も踊りたかったら踊っていいんや。タイミングが難しいな。1、2、3、4、はっ、今だ。あー、タイミングが難しすぎるまあ無理だね、どうにかなるとは思えない。イエーイ、ペロジャック、俺の踊りを見ろ、俺の歌を聴け。それ違う、バサラだ。ペロ見せてあげねえから。こうやったらほら、ペロ見せてやんねえから。勝ったな、第3部か。何この絵。よし、いやー祭りは楽しんだ。いい祭りだったとは思わんかね。ヒーロー、ペロの踊りすごくいい、最後すぎて俺怖く、黄金がばらまかれた。ペロの体は黄金じゃないけど、すごくすごく輝いて見える。俺なんかよりずっと輝いてるよ。お嫁さんにする、誰にも渡したくない。15の夜、俺たちの結婚式場ビルドしてくれ。ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー。親父、いや、林家さん、こんなに賑わう場所見られるなんて、なんとも嬉しい限りですよ。ゴールドマンラッシュ、なんでマウンスけた。ラッシュが戻るのはまた少し先になりそうですが、その日も近いと確信していますよ。島の人たちは長いこと教団の昇進できました。心のどこかでわずかに疑問を感じながら、しかし再び物を作る幸せをビルダーのあなたに教わりました。改めてお礼を言います。
ただいくら大王にならなでも娘はあげませんからねっと。ペロを口説き落として空っぽの島に連れて行こうなんて絶対にしないでくださいよっと。まあ、しろってことか。俺との約束を守って踊ってくれるなんてペロちゃんやっぱり天使。ペロちゃんマジ天使。よっしゃパーティーの盛り上がりも最高潮だ。みんなでステージに乱入しようぜ。とっくに乱入したわ。じゃあ俺とマッシュもでステージに飛び込んでくるぜ。シド、お前らも恥ずかしがらずに食いよう。上で。お。あ、ゴルドンの音がしてる。あ、来たー。メドーサボール。許さない。来たー。美しく光り輝く者、皆に好かれ愛される者、皆の心奪い惑わす者、許さない、絶対にだ。なんだ今の声。ビーム、ペロー。もうみんな惑わされない、みんな争わない。石に。おお、さっきのがメドーサボールか。あいつ地下にいて出てこねえじゃなかったのかよ。雨の渦目作戦がね、効いたらしい。雨の岩とか。俺のせい、メロペロ。人々は一晩中手を尽くしたが、石化を解くことはできなかった。鉱山街の深さ、ペロのダンスにやる気を見なげさせて、アラクレたちはすっかりやる気を失った。ゴールドは悔しさに顔を向けながらも、その目はどこか決意に満ちていた。そして夜が明けた。さあメドーサボールおっと、これはある意味恥ずかしい。真顔で蹴りをかましている。うん、恐ろしい。ごずっと考えてた。必ず助ける。メドーサボール必ず倒す。倒して俺本当の力取り戻せば石化も直せるはずだ。どこにそんな自信が。そしてそこのバニーは何怖がってる。あ、泣いてるのか。だがメドーサボール、地下にこもって出てこねえんだろ。どうやって倒すんだ。まるであの時のようだ。鉱石が石になってやる気を失った時のようだ。お前ビルダー、荒くれに力与えておびき出すものを作れねえか。と光り物を狙って壊しに来る。ピカピカの建物。おお、よし、金ピカのバーを作るだと。いい考えだと思うけど、場所が足りないんじゃないかしら。そういうことなら俺に任せとけ。おいらたちもうダメだ。俺たちであそこをぶっ壊すんだ。主役がきっと何か作ってくれるぜ。あんな場所悪くないだろ。けどよ。いいから立てよ。荒くれの異性はどこ行った。俺たちは町を代表する荒くれなんだろ。嫌な代表だな。そうだ、忘れてた。ペロを助けるためだ。やってやろうぜ。そうこなくっちゃな。俺についてこい。いけい。写真。やったぜ。悪くない詳しっぷりだぜ。さあお前待ちだぜ。金のバー、ゴールドバー、よーし。さあこいつバギーの格好して何やってるの。広いな。これ完成させたら終わりっぽいけど、あ、これ町のみんなに手伝ってもらえるパーティーンか。ほら1だし、そんな気するね。金のレンガ365個じゃ。材料を全部ぶち込んどけば作ってくれるやつじゃないこれ。なんてバカでけえ設計図だ。お前さんの言う金ピカバーか。いいんじゃない、金ピカのバーなら光り物狙うメデューサボールをきっとおびき出せるわ。あらくれどもはこれでやる気を出すのか。いくら頭の中まで筋肉でもよ。うわぁ、俺たちやるぜ。いっぱい来た。
おわじらでこんなでけえものを作るのか、これ作ればペロッと助けられるのかい。それが本能なら私たちもやるわ。いいわ、あんたたちペロちゃんと素敵な酒場を作るのよ。単純な奴らだぜ。脳みそ筋肉伊達じゃない。これで最後の目標を決まったぞ。目指せゴールドラッシュその3、ゴールドン酒場を建てよう。メドーサボールおびき出せる。それに何よりペロの石化溶ける。頼む、金ピカ酒場完成させてくれ。どうしてゴルドンに見向きもせずペロを石にしたんだ。そんなの決まってるわ。島で最も美しく輝いていたのがペロちゃんだったからよ。メドーサボールはかつてこの島に鉱石を石にして希望を奪った。その時俺たちは全てを諦めてアーゴン教団の信者になったんだ。それが今度はペロさんだったというわけですね。今度はそうはいかねえぞ。みんなでペロを助けるんだ。昔から、そして今もこれからもずっとずっとあの子は私にとっての光です。お願いします。シュさん、シュさん、皆さんどうかあの子を助けてください。みんなで絶対ペロを助ける。金ピカ酒場作る。ミッションスタート。さあさあ酒場作りね。中途半端な感じがするね。やり方の3段階だ、3段階、うん、まずは1つ目から作り始めの部分はお前さんに任せると。素材たっぷり用意してくるぜと。いや、うん、結構ね金作ってたから金壁50個、ね、いつもの金壁50個あったかな。あるね。そこにね、もうある意味金ピカ酒場あるけどね。外壁だけ贅沢なのに中身が全部わらっていうクソみてえな宿屋あるけどね、ここ。俺だったらね、こんな見た目だけが豪華な宿屋に泊まるぐらいだったらいいベッドの宿屋に泊まりたいけど。まあアイテム回収なんかね、結構浮いてんだよな。まず下地からきれいにしていくか。ここはギリギリ OK。 まあいいや。よし OK、 OK なのー。チェック。まずは金のレンガ壁365。しかも思ったよりもなんか違うな。よし、あとは任したぞ。おお、おい、囲むなよ、怖いよ。集めてきたぜ。よし、ここに箱を置こう。俺はありったけの金だ。俺もだ。金しか持ってこねえのか、お前ら。金を加工して金のレンガを壁にした。準備 OK。 もう絨毯にカーテン、かがり火もあると。プレート、トコナスドリンクも全部用意してるじゃねえか。おめえは俺たちのライバルだ。一人だけカッコつけさせやしねえぞ。これこれ。はあはあ、こいつらすげえ。よし、土台ができて素材も集まった。準備は完了だ。土台ができれば俺たちで何とかなると。任せておきな。お
めえはペロを取りゃ俺たちのライバルけど、愛するペロを救うにはお前の力が必要だ。ペロのことはよろしく頼む。最高心を燃やしてやがったのに全く妙な奴らです。地下行動に危険を犯しまで行くなんてよ。こいつら一体どうして、なんか気がかりでもあったか。みんなで気合い入れるぞ。ペロのためにこいつを完成させるんだ。後の設計図はビルダーで俺たちにもできそうだ、ね、進めてる間お前さんにしかできないことね。特別な素材、設計図の仕上げに置くブロックライトを赤く染めた地で、青の染料はもう見つかってなかった。赤の染料を探しに行くのか、町の南西にある山からオアシスを目指すのか。さあオアシスに行って赤の染料を10個手に入れてこいと。偉そうなスライムが縄張りにしているはずだ。偉そうなスライム。地図が見れん。全体マップ、次の目的地もう行った跡があるし、その偉そうなスライムも倒しちゃったんじゃねえか俺。もしかして、もしかしてだけど、その偉そうなスライム倒しちゃったんじゃないの。そんな気がしてきたな。高台からどうとかつってたけど、角度的にはこのまんままっすぐ南、飛べるけどね。いや、長台の上がそんな高くないってのかな。そんな高くないね。登るか。はい、結局登るのに一番早い方法は、よっ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 よし。いやー思ったより広いんだよな、ここ。ビルダーズクイズもうちょっとぐらいないの。てるじゃないか。あれ？バトルレックス系のでっけえドラゴンがいる。あれ戦いてえな。やっぱ遠くまで見渡せるっていいな。全然ね埋まってないもんね。まあここはどうなんだ。地下とかどうなってるんだ。地下やっぱりちょ地下にはつながってるんだ。降りると登ってくるのめんどくさいから、この上を先に軽く一周してくるか。ミニマップ埋めながらね。あートロルもいる。あー導きの玉置きたいよね。ワンにあったあれはあれで便利だったよ。ダクソとかだったら狙撃したくなるな。チュンチュン指で釣ったら楽勝に勝てそう。よっよっ。さあここから先は海かな。画面の端、まだでも割とマップあるんだ。さあ上行こう。引き返すぞ。
これあれだな、スタミナ使って走って減ってきたら風のマントで回復しながら滑空で距離を稼ぐみたいなのが良さそうだ。ここでこうやってスタミナを回復しながら移動する。着地した頃には完全回復、さらに走り直す。ほら見たことない場所発見。適当に走り回ってたら、ね、ビルダーズクイズの場所は地図に載る。ほらなんかすげえとこあるけど、この後来るとこだったらやだな。でもメドウサボール倒したら終わりそうだしな、先に行っちゃってもいいかな。マップマップ、お、ビルダーズクイズ、よし、じゃあとりあえずここのビルダーズ、この辺まで行ってビルダーズクイズやっていこうよ。あ、ここなんかあんな、あ、ここにもビルダーズクイズ、これはもう終わったやつだ、やな、よし行ってみよう。よし、ちょっと奥まで行ってこよう。ゼルダだったらこれスタミナ使うからね、あんま遠くまで行けないんだよ。ここがあの女のハウスね。あれ入り口がない、入り口がない、上から行くか。あれ置けない、ビルダーズ。これ難しくねっていうか予想がつかないんだよな、パッと見た感じだと。置けないし、線路をジェットコースターでも作るのかなって思ったら、そういうわけでもないのか。左右を同じにする。ところにあるから間違えちゃったね。あ、飛ぶんだ、向こうに飛ぶんだ。ちゃんと線路も用意されてるじゃん。なるほど、
わっ、思ったよりぬるかった。そんなところに置くから、飛ぶんだなこれ。お、パズルマニア、イントロ。じゃあ倒しとく。おお、池指導。おお、いいダメージ。お前の分も用意してやるよ、指導。行くぞ、指導。出発。行くぜ、飛ぶんだろ。行け。はっ。おお。ジェットコースター怖い。やはー。小さなメダルを手に入れた。あとはトロルとバトルレックスの赤いやつ。あれちょっと倒してみたいな。夜が近づいてきた。とっとと赤い線量取ってこいって思ってるだろうな。村人たちは。残念。